のページを開いてみる。あの時のあの場所が、少しだけここにいたい。時間を止めて。ここはみんなと過ごした場所。夢の話をした場所。少しだけ足を止めて、あの日々を思い出してみよう。まだ昔を懐かしむような年じゃない。でも、あの頃の記憶は、温かい思い出として、胸に広がっている。キラキラと、眩しい光。ドキドキしながら合格発表の掲示板を見たのは3年前。自分の名前を見つけた時はジャンプして喜んだっけ。その1ヶ月後には入学式。期待と少しの不安で高校生活が始まった。みんな今より幼かったよな。平成10年4月、桜の季節にみんなと出会った。新しい場所、新しい時間、そして新しい旅立ち。あの頃はみんな慣れない制服に身を包んで少し緊張気味だった。クラスメートの名前を呼び間違えたり、教室がわからなかったりしたね。その度に助けてくれた先輩や仲間たち。あの頃の写真を見るとみんな可愛くてちょっと生意気そう。忘れたくないね、あんな気持ち。疲れて休みたいと思う時もあるけれど、
きっとすぐ走りたくなるに決まってる。終点はまだまだ見えない。ずっと先を走っている人もいれば、マイペースでゆっくり行く人もいる。それぞれの道をそれぞれのやり方で進んでいくんだね。今年もこの日がやってきた。最初の頃快調に飛ばしているうちはいいけど、だんだん息が上がって脇腹が痛くなってくる。もう何人も横をすり抜けていった。体が重い。引き返したいな。あとどれくらいかな。あ、テープが見えてきた。あとちょっと、もう少し。ゴール、やっと終わった。最後まで走り抜いたよ。天気が良くて良かった。小学生じゃないんだからそんなにはしゃがなくてもって思うけど、やっぱり楽しいよね。
生活はチャイムで始まり、チャイムで終わった。苦手な教科の時は、時計の針はなかなか進まなかったけど、得意な教科は身を乗り出すようにして先生の話を聞いていた。そんな時間はあっという間に過ぎていった。教科書は時に答えを教えてくれなかったけど、そんな時には友達がいた。相談したり、相談されたり、教室で、廊下で、いろんなことを話したね。あの頃、たくさんのことを教えてくれたのは、教科書や参考書じゃなくて、先生や友達だったのかもしれない。怖かった先輩、親切だった先輩、それに顧問の先生、あの散らかった部室も懐かしい。目標に向かって力を合わせるんだって感じじゃなかったけど、みんながなんとなく通じ合ってて居心地が良かったな。いつも一緒に帰っておごったりおごられたり、部活動をやってて本当に良かった。同じ時間を共有する仲間に会えて何か楽しかったな。どうだった？楽しかったこと、辛かったこと、いろいろあったよね。これからまだまだいろいろなことが起こるだろうけど、ちょっと立ち止まってみたくなったら、またこのアルバムを見てくれよ。きっと何かがあるはずだからさ。それじゃあまたみんな元気で。いろいろな行事、いろいろな思い出、今はみんな別々だけど、あの時は確かにみんな一緒だった。あいつの笑顔、あの子の笑顔、思い出す。遅れますながら、みんなありがとう。疲れて休みたいと思う時もあるけど、きっとすぐ走りたくなるに決まってる。終点はまだまだ見えない。ずっと先を走ってる人もいれば、マイペースでゆっくり人もいる。それぞれの道を、それぞれのやり方で進んでいくんだね。たくさんの風景が通り過ぎる。どこかで見たような景色でも、決して同じものはない。毎日の暮らしの中で、いつの間にか過ぎていった思い出。さあ、あの日々を振り返ってみよう。教室はいつも見慣れた風景。席替えをしても、すぐにいつもの風景。あの頃、時間が過ぎている感覚はなかった。でも、
確かに時は過ぎていて、繰り返しの時間割りも、窓の外の景色も、そして制服さえも、そのことを告げていた。そんなにいつも楽しかったわけじゃないけど、教室はいつも笑い声で溢れていて、いろんな話をしたね。いろんな顔が思い浮かぶ。たくさんの思い出を共有しているクラスメイトだし、今度会ったらどんな話をするんだろう。楽しかった日々に終わりを告げる時が来た。新しい生活に足を踏み入れる時が来た。今までいろいろなこともあったし、これからもたくさんの出来事に出会うだろう。嬉しいこともあるだろうし、時には傷つくこともあるかもしれない。だけど自分を信じて歩き出そう。ここからずっと遠くへ続いていく道を。思い出したら涙が出るぜ。それがあの日の思い出さ。みんなと過ごしたこの学び屋で生きる力を使うんだよ。楽しい時も苦しい時も支え合うのが仲間なんだ。失敗や後悔の連続みたいに思えたあの頃も、こうして振り返ってみると楽しいこと、嬉しいことがいっぱい。いつも支えてくれた友達、印象に残った授業、そしてたくさんの行事、予想もしなかったハプニングでびっくりしたり笑ったり、本当にいろんなことがあったよね。クラス紹介のコーナー。3年間ありがとう、青木みきおでした。本当です。いやいやいや、おん恥ずかしいけど嬉しい。浅川でした。岡本です。3年間お疲れ様でした。皆さん元気で、キグワでした。アフロ。ヒロジュン、アフロです。キマヨです。キマヨユニです。マイダです。宮本です。学校生活楽しかったです。村下です。3年間ありがとうございました。村下くんの次の匿名希望です。以上。山本です。青木ゆかです。ありがとうございました。関本ゆいです。ありがとう。本間真澄です。ありがとうございます。
思い切りはしゃいだ。あの日の思い出はあの町のあの場所に残してきた。いつかまた一緒に拾いに行こう。体育が得意だったりスキーをしたことがある人はいいけれど、運動音痴にはちょっとつらい。ただでさえ寒いのは苦手なのに、荷物は重いし動きにくいし、こんな日は部屋でゆっくり休みたいな。まあせめて怪我をしないように転び方だけはしっかり覚えておくか。え、リフト？こんなのに乗るの？怖いよ。結構面白いじゃない。なんだ、下手でもいろいろ楽しめるんだ、スキーって。なんとか少し滑れるようになったし、また来年もトライしてみようかな。